スコット・アンソニー・シーボルはアメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の元プロ野球選手。2008年から2009年まで広島東洋カープに所属した。1996年ニューヨークヤンキースからドラフト88巡目で指名され契約。2001年4月8日に代打でメジャーデビューしジェイソン・マクスウェルの記録を更新する史上最も低い。 ドラフト順位のメジャーリーガーとなったが更新。ヤンキースでのメジャー出場はこの1打席のみに終わった。1999年ヤンキース参加 1A 時代にマイナーリーグ史上4位の35試合連続安打を記録している。2002年オフにミルウォーキーブルワーズ2003年途中にセントルイスカージナルスに移籍し2004年には 3A で打率。 304、31本塁打を記録。2005年に4年ぶりにメジャー出場を果たしたが、大打出場が中心で59試合で打率。219、1本塁打、10打点に終わった。2006年からフロリダ・マーリンズ参加 3A アルバカーキアイソトープスでプレーし、7月2日に不審により対団したマイク・サーベナックの代役として、 韓国プロ野球のキアタイガースに入団。しかしキアでは48試合で打率。163、6本塁打、14打点に終わり同年退団した。また、キアでの登録名は、ファーストネームの、スコットだった。2007年のスプリングトレーニングにはマーリンズに、招待選手として参加し、西部から、ボストンレッドソックスに移籍した、松坂大介の当番試合に8番三塁で、 出場して、松坂から見逃し三振を喫している。その後、開幕前にマイナーに落とされ、再びアルバカーキでプレーし、打率、332本類が105打点をマーク。同年オフ、広島東洋カープと契約。メジャーでは目立った成績は残していないが、マイナーでは、 通算181本塁打を記録しており、背番号25を決意だことからも伺えるように、移籍した荒井隆弘の穴を埋める、右の大砲として期待されての入団であった。2008年は、後期での凡退が目立ち、荒井の穴を埋めるまでには至らなかったが、意外性のあるバッティングを見せることもあった。この年に挙げた、勝利打点は、チーム内では、栗原健太に次ぐ12である。 11月30日に残留要請することが発表され、12月9日に契約成立した。背番号25を新入団の石井拓郎が付けたため、背番号は57に変更となった。2009年は4月24日から4月30日まで4番に1類種、3類種として出場したが、シーズン序盤から不審にあえぎ、中盤にはスコット・マクレーン。 アンディ・フィリップスの加入もあって、出番が激減。結局、同年限りで退団となった。引退後は、2017年から2019年まで、ニューヨーク・ヤンキース参加のマイナー各球団でコーチを歴任し、2021年からはこの年から、マイアミ・マーリンズ参加となった、AA 級ペンサコーラ・ブルーア・フーズで打撃コーチを務める。ありがとうございます。